阪神ファンが来たで、メットライフドームに。こんなところで野球。ああ、これ、トラで、思いっきり阪神ファンなんです。阪神ファンの YouTuber なんですけども。いやいや、仲良くしましょう。仲良くできるか、まあ、セリーグだしね。あれ、皆さんへ、差し入れくれるんですか？あ、ありがとう。これ。ヒレ。ありがとうございます。ありがとうございます。ライナちゃんからいただいたカツサンド、ヒレカツサンドでね、選手ステッカー入りということで、はい、じゃん、お、増田投手当たりました。ライオンズって書いてます。うまっ、うん、こんなにあります、こんなに分厚いです。よーよー、見えてた。ウーム野球部 VS ウーム社員チーム。じゃあ秘密営業させて、今整列していただき、いかがだったでしょう。いや、やっぱおかしい。うわー、元ソフトバンクホークス絶対でした。はい、この回回ってきますよ。行ってきますわ。
紛らわしてる。中学校以来のサードです。マサです。どうですかサードは。ドキドキする。急にポーンって飛んでこないかなと思って。なんか幼稚くないですかあの擬音とか。いや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 。急にポーンとか。いやもう僕でボキャブラリーないで有名なんで。そうなんですね。いいんですか。いいんですか。ありがとうございます。光栄です。ありがとうございます。すいません。ナオです。よろしくお願いします。めっちゃめちゃ良かったですね。いやもう見せてくださいよ。摂津投手にサイン。サイン。これ憧れてこの色にしたんで学生時代。摂津投手憧れてこの色の。そうなんです。赤グローブに投じたんで。普通にマウンド立ってましたからね。そうなんですよ。緊張してちょっと打てなかったってことにしといてください。そうしましょう。このバットも阪神タイガースモデルで、はい、プライタで。さあ、ゆうや何も言えないと捉えさせていただきました。摂津投手から阪神ファンが打ったってことでめっちゃ喜んでると思うんですよ。そうですね。もうソフトバンクさんにはね、ずっとやられっぱなしなんで。そうです、日本シリーズもね。いや、もう摂津さん、それサインしてあげればいいです。はい、ということでね、ちょっと僕はお疲れ交代ということで、ちょっとウームメンバーがねたくさんいますので、メンバーがらりと書いてね、今から最終回です。まあ1打席しか回ってこなかったですけども、まあねヒット打てたんでいいかな。はい、ということでウーム野球部終わりました。ウーム野球部で初ヒット、それが元プロ野球選手、元ソフトバンクホークスの摂津投手からっていうことで、いやめちゃくちゃ嬉しいっす。めちゃくちゃ嬉しいっす。ポーズ、ヘルポーズ、ライオンズの絵です。ライオンズの大丈夫ですかね。キーはダメ、キーはダメ。こう向き、こう向き、絵です。はい、今日は最高サンキューです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでウーム野球終わりました。もうね、もうメットライフドームで野球ができるってだけでほんまに夢のようなね、もう話でした。ただね、阪神ファンの兄ちゃんがこの球場で野球ができるって、しかもヒットが打てたっていうことでもう大満足でございます。今から関西の方に帰らせていただきます。もう荷物がすごいっしょ、ね。はい、ライナちゃんに貼られましたよ、ライナちゃんにこれシールということで、帰ります。Yes.